はいどうも皆さん、こんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もぶッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、ちょっと最近寒すぎてね、全く起きられないんですよ。はい今日ね、休みの日に動画撮っているんですが、現在の時刻、なんと14時40分。はいもう最悪。もうちゃんと寝坊していく。 僕、毎日ね、14時に動画をね、えー、ショート動画上げてるんですけど、まあ、その動画すらね、間に合わなかったということで、もう大寝坊をかましました。はい。マジで寒すぎてさ、全く起きられないんだよな。えー、ということで、まあ、今回はですね、まあそんなね、えー、寒さも吹き飛ばす、めちゃめちゃ熱い出来事が、このね、メンタルブレイクアウトで、えー、始まっているので、まあ、皆さんにね、紹介していこうというふうに思うんですが、なんとですね、こちらのファルですね、はい、今ね、 めちゃめちゃ安いんですよ。ガチで。本体代が、なんと、4000円。これは破格のお値段でね、今流通しているわけですけれども。まあたいさ、このファルってね、まあ9000円ぐらいの価値はあると思うんですよ。はい。まあ1万円とか。今ほら見て。価格4032円。これやばいでしょ。普通に。めちゃめちゃ安いんで。 えー、かなりねお買い得かなと思って、えー、今回ね皆さんに紹介していこうという風に思いました今回使っていくファルなんですけど以前ね、えー、ティモスさんが開催した大会で、まあ、大活躍だったファル、はいまあ、6層をねプチ56した最強のエルゴ型の、えー、ファルになるんですが、まあ、こんな感じでね、えー、作ってまいりましたあれ前回と違うかないや多分これで合ってると思うんですけどまあ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  最強の L5 型とか言っときながらね、まあ、ファル P を使ってるんで、まあ、はファルスタンダードね、えー、使った方が、まあ、L5 は上がるんですが、まあ、その分ね、リコイル制御がむずくなるので、まあ、これがですね、まあ、一番バランスの取れた形かなって思います。はい、20連ファル。まあ、今回ね、えー、こちらを使って、まあ、前回のね、大会同様、武器庫にね、えー、潜り込んでいこうかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただ、6装備はね、基本的には幻だと思ってるので、今回ね、 M62 弾、まあ、5層貫通弾を使って敵しばいていこうかなというふうに思いますということでね、えー、ちょっと眠気覚ましに、えー、一発ね武器庫行ってまあ、ちょっとね動画編集してこの動画上げたいと思います早速やっていきましょうエッツゴーはいということでですね、えー、早速射撃場にやってきたわけなんですけどまずはねノンリコイルで撃っていきましょうかちょっと時間ないんでね、えー、まあこの辺も巻きで、はい、もうガンガン進めていきたいと思いますはいで続いてリコイルアリバージョン まあこんな感じですよね。まあ普通に横ブレがひどいんですが。まあでもね、胸に2発さえ当てれば僕の勝ちなんで、はい。とりあえずこんな感じで、もう俊足なんで、えーちょっと5層に変えましょうか。まあ、6層に変えてやってもいいか。はい。6層相手でもね、えー結構やれるんですよ。こんな感じ。もうすぐでしょう。 割とすぐ解けるので、まあ、全然ね、M62 弾でいいんじゃないかなって感じですね。はい。まあ、最近はですね、ちょっと僕、あの、シーズン3のね、まあテストサーバーにこもって、まあちょっといろいろと調べてるんですが、えー、もうね、シーズン3ぶち壊れるわ、本当に。えー、かなりまずいことが起きるんですけど、まあそれはね、えー、また、まあ、別の動画で、はい。まああの、本サーバーにね、来てから紹介しようかなと。うん。まあ、とりあえずテストサーバーさ、マジでつまんないんですよ。人がいないから。だから、 まあ、あの基本的にはね、新武器の紹介だけで終わるので、まあ、あとはね、えー、ファマスと、えー、スオミですか。まあ、ただ、スオミは僕あの、バグでですね、えー、もうこの本サーバーで手に入れてるので、あとはファルだけね、あ、ファルじゃない、ファマスだけ使って、まあ、あの敵をね、えー、しばいて、まあ、GG しようかなって感じで、はいまあ、テストサーバーは本当にね、まあ、あの新武器の動画だけになりますので、はい、ということでですね、秒速18センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。 いや、ちょっと今ね、ティッシュ取りに行こうとしたんですけど、ま、ああの、ちょうどね、マッチングしたってことで、まあ、鼻は噛まずにね、やっていきましょうか。もうね、知らぬ間に1月10日を迎えてるってことで、皆さんやばくないですかあとね、もう10日後には来てますよ、シーズン3、はんやマジでさ、ちょっと楽しみすぎるわ、シーズン3が。まあ、この武器庫もね、なんかかそるとかどうやら言われてますが、まあ、そんなこともないのかな まぁちょっとよくわかんないんだけど、まぁ、あ、とりあえずね、ここで沸いたってことで、負け角です。はい。2番目に弱いだろ、このガソリンスタンドで沸くのが。いや、マジで嫌なんだよな、ここ。まぁ、あ、詰めてきて欲しいですよね、敵には。とりあえず。いや、こっち側相当怖いって。ね。ちょっと2番さんさ、それ大丈夫か。ちょ、マジでさ、心配なんだけど。まぁ、あ、とりあえず、まあ、味方の心配する前に自分の心配から始めていきましょうかね。 嫌ですよ、普通に。ちょっと待ってくれよ。とりあえず、ま、エキスパートツトールボックス。さあ、1分40秒のゲートモーターが開いていきました。さあ、タンクに、ルブ。この辺取りたいんだけどさ、重くなっちゃうからな。嫌ですよね。序盤から取るべきではないですよね、これ。まあ、一旦スルーしときましょうか。ここ開けることによって、まあ、敵がさ、まあ、これ開いてるし、もういっかってなるでしょ、多分。なんかめちゃめちゃさ、いいもん出るな。 相当なんか紫アイテム出ますね。これが武器庫か。どうなっちゃうんだろうね、本当に。武器庫を超えるさ、まあ、最強マップテレビ局ってことで、えー、もう金アイテムとかザクザクなのかなただテストサーバーやってる感じはね、まあ、全然そんなこともないので、まあ、そんなことないのかもしんない。はい。えー、とりあえずスーツケースオープニングセレモニーからの何も出てこないので、セレモニーとはなかったんですよ、と。そしてなんか知んないけど、怖いな、こいつ。大丈夫か、これ。これ大丈夫か。これ普通にスカブなのか。 ちょ、怖いんだけど、普通に。ちょ、誰君はあ、普通に使うか。んだよ、それ。ちょ、邪魔ですね。えー、とりあえず、ばいておきました。で、4番さんでしょ。で、2番さん、そこで、ばかれ案件で、3番さんは、無線通信局ですか。いや、2番さん、ばかれるような、それな。いやー、恐ろしいですよね、本当にね。えー、とりあえず、えー、どうしようか。まあ、一旦、マガジンリローディングタイムからの、 えーちょっと ASMR で締めておきましょうさあ ASMR のお時間でしっかりとさばいてあげてとりあえず2番さんがしばかれてるところにピンを打ってくれたのはまあ相当ありがたしいえー、どうしよっかなそれちょっとこっち側いるかなーいやー怖いけど行くしかないかこれちょこっち側行きましょうかとりあえずねいやまあルゴ型なんでねガンガン詰めてった方がまあ強いと思いますのでえー、まあしっかりね、えー、ここ詰め散らかしていきたいと思うんですが 敵はどこじゃ怖い怖い怖い。どっから撃ってきたんだろうな怖いよな、本当に。わーらん。マージのガチでわからないんで、とりあえずね、ここさ、ライト切っておいて、ま、行きましょうか。ライトはね、結構目立つんで、遠目の敵にね、死にされてしまいますから、それ怖いですので、とりあえず、まあ、あの、4番差のね、ピンの部分、あの、103メーター音、敵見つけたらしい。どこそれ 敵はどこにいるんでしょうかちょっと2番さんのさ、死体を漁っているやつをさ、しっかりしばきたいんですが、僕は。もうさっさと帰りたいもんな、マジで。武器庫。ガチで帰らせてくんねえかな、本当に。ちょっと頼むから。2番さんの死体どこにあるんわらん。ちょっと待って、2番さんの死体なくねえ、ちょっと待って、消えたんだけど。怖っ。ちょマジかよ。嘘でしょ。ちょっと待ってください。怖いんですけど、普通に。2番さんの死体がどこにあるんだ もうちょい奥なんか、奥かなよくわかんないところで縛かれてんだよね。ちょっと待ってください。右側ですよね。敵はどこに行ったんだマジで。いやー、これ動けないですよね、これね。これ多分動いた瞬間、始末されるんだろうな。これまずいわ、ガチで。あ、3番差もしばかれてな。マジか。もう僕たちのパーティーは2人しか残っていません。これが武器庫の恐ろしさ。みんな武器庫ラッシュでさ、勘違いしてしまったんだろうね。 武器庫行けんじゃねって。行けるわけねえだろうが。このマップ、本当に強いからね、敵がちょ。マジでさ、怖いんですけども、行くしかないかな。これ。いや、絶対ここいるわ。野戦病院からこれ見てんじゃないかな。まあ、そういう感じですよね、多分。これ多分野戦病院だな。わかった。まあ、大体の位置は把握したんですけど、確実に、えー、味方の物資覗いてるわ。野戦病院から。 相当たるい。行くかとりあえず、なんかあそこ窓ガラス割れてんの相当怖いんだよな、マジで。ちょっとだるいっすよね、あれね。ここから撃ってくるんじゃないのっていう、そんな感じがもうビンビンしてて。あ怖い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 これ多分味方拾われないやつだな、多分。装備がしょっぱいから。これはスルーされたタイプですよね。えー、じゃあまずはちょっとこっち側行きましょうか。4番さんとともにね、ま、味方の物資、まあ見るのもいいんだけど、多分さ、意味ないよな、普通に。 あの物資見ててもさ、多分何も起こんないから、まあ、こっち側行きましょうか。とりあえずこっち側から撃っていきたいよね。さあ、なんか知りませんが、なんか銃声なっていますけれども、あいつが撃ってるってことはなんかその辺にいるのか。いた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 。いたわ今。あ、くっそ。あいつ撃ちたかったなあれ。あ、マジか行きやがったあれ。ちょっとあいつさ、ばきに行こっか。まあ、味方にちょっとね、情報共有しておきましょう。ここにいたわ。あ、それ普通にさ、分かってんのか。4番さんも。 今見えたやつね、ちょっと芝木に行きましょうか。まあ、武器庫はもう任せてくださいがちで。はい。まあ、こっからちょっとゆっくりね、エントリーしていく。エントリーとか言ってます、す相当プロの可能性がある。それだけで。やっぱ言葉遣い大事ですよね。それで分かってるか分かってないかがね、まあ、判別されますからね。あ、あいつだるい。ちょっと待って、マジでだるから。怖いわ。とりあえずこっち側から入っていきましょうか。あー、あ、バイ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 。普通にバレてるじゃん。 普通にバレてんじゃん、俺。たるいわ、マジで。くっそ。ちょマジで、ざるいわ、これ。くっそ、わかってるわ、こいつ。ざる。これはめんどくさい。えー、どうしよっかな。いや、これバレてるからさ、正直スニークしてもあんま意味ないんだよね、これ。ちょ、行っちまうか。とりあえずさ、がっつりここ。まあ、攻めていきたいんですが、ここになんか知んないけどさ、落としてんの何これ。これ何普通に。 これは誰のですかなんかよくわかんないけどさ、これゲットしていいこのまま普通に。なんかゲットしたわ。あ、ただこれしょっぱ。え、マジかしょっぱすぎないこれ。17.3って。これ開いたらさ、死ぬパターンじゃねえかこれ。これ絶対開いたら死ぬよな。はいはいはい。一旦開けてみよう。<laughs> 怖すぎるこれマジかよ、これ。待ってくれよ。絶対覗いてんだろ、これ。 怖いって。撃ってこないな。ちょ待って、どういうこと奥に進んだか。やばいって。脳汁ドバドバだって、これ普通に。今は。ちょ、マジでやめてほしいわ。こっちが開くんか開くな。これ開けたらさ、芝刈れそうじゃない一旦開けてみよう。怖い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 。マジで怖い。ちょ、っと来てくれ。とりあえずさ、4番さん来てくれ、マジで。とりあえずついてこい。 フォロー o ーだよ。そんなところにいるんじゃねえぞ。ちょ、マジで怖いって。なんかもうエイム置いてんじゃないのどうせ。たるいわ、これ。ああ、バイバイバ撃たれた怖いあぶねえちょ、マジで来てくれ、本当に。頼むから、ツンツー剤パクパクタイムも入れておきましょう。危なすぎだって、普通に。ちょ、待ってくれよ。一旦これさ、グレで牽制しておこうか。はい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 。はい、まずはグレネードな。 ここでグレネードでパリンしてあげる。ちょ待って、4番さん早く来てくれ、マジで。これすいません。怖いんだけどなんでなんか撃たれたよな、こっち側から。ちょマジでさ、やばい、ばいバイばイばい,ばいばここ突っかかるって。マジでこれ何怖すぎる。怖いよー。4番ちゃん。4番ちゃん。マジか、4番ちゃん。最悪なんだけど。あいつ裏切りやがった。何してんマジで。 おい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 。ふざけんじゃねえぞ。ちょ、マジか。なんだこれ。ちょっとライトつけとこう。今は。嘘でしょ。マジのガチで支援要請するんだけど。ちょっと待ってくれって4番ちゃん。嘘でしょ。来た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 。はい、オッケー。はい、ここは始末していく。ラップなとりあえず、ここで回復巻き巻きタイムです。 はい、完璧対戦ありがとうございました。怖かったよ。まだいるよね、普通に。ちょ、待ってくださいよ。まあ、とりあえず一枚撃破。まあ、これがですね、最強ファルの、まあ、ルゴ型ってことよちょ。敵渋そうだけどな、なんか装備が。まあ、一旦ね、えー、ここでマガジンリロードタイムからの、まあ、ASMR もやっておきましょうか。まあ、ここで ASMR したら相当なんか目立ちそうだけどな。 さあ、味方に報告しておきましょう。まずは1枚やりましたと。ちょ、待ってくれ。たださ、これ絶対拾えないじゃん。しょっぱいわ、これ。このファル、渋いわ、敵のファル。マジでめんどくさい。これ、動けないんだけど。え、マジで最悪。ってか、今回さ、武器庫のさ、鍵持ってきてねえや。もう、それが一番最悪。本当に、どうしましょう案件ですよね、これね。うーん、とりあえず、ちょっとここらでさ、まあグレかましておきますね。 一旦グレネードで牽制タイム。はい。この辺もかましてあげて。まずはこっち側行きましょうか。アコンは。君は誰さあ。え、来た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 。うますぎる。あ、もうこれ帰りますわ、僕。あ、帰れ。こんがりさっさと帰れ。マジで美味しいやつだったわ。やったぜ。あ、これ。来た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 。ちょガチ帰り案件なんで、これは。もうさっさと帰ろう。 まジで一枚縛いただけでもういいや。怖い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 。あ、4番さん入ってきてる。入ってんね。まジか4番にき反対から来たんか。これもう目の前まで来てるかもしんない。ワンチャン。怖いわー。来てるよな、これ。ちょ、待って待って待って。怖い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 。これどこ怖いんだけど、普通に。じゃやめてくださいよ。とりあえずがっつり水分補給から行きましょうか。まずはね。ちょ、敵のさ、水分奪うわ。 であと、ビスケットもしっかりと食っとこう。ちょっと腹が減っては戦はできないってことで。えかなりさ、立ち回り良かったんじゃないただ、怖いって普通に。ちょっと待って。怖い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 。あいつは普通になんだあいつ人じゃないよな。あいつスカブだよな。じゃあ一旦ま、無視で。ガチコア案件なんだけど、普通に。ちょ大丈夫か。まあ、クリアリングしよっか、今回。ちょっと丁寧に行くわ。これさすがにな。ただ、ここで縛かれてんだよね、一枚。 こいつは誰にしばかれたまじ。さあ、物資うまうまタイム、セカンドシーズン入ります。これは何層 ?5 層ですよ。うんまここ来るだけで美味しいじゃん。神か、これ。神マップなのか、これ。来た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 。びっくりした。4番さんか。怖い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 。上歩き回ってんな、これちょ。まだいるわ。これまだ油断できませんよ、皆さん。怖い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 。 この辺もちゃんとクリアリングしとこっか。まあ、普通にもう金庫漁られてんだよな。ただまだボートがさ、開けられてないことを考えると、やっぱまだいますよねって感じか。いやー、この上のやつ芝来たよな。こいつだよな。ナイスやったかそれ。ただまだいるな。マイナス1ナイスこれデカすぎ。さあ、じゃああと1枚か。とりあえず、この人はなんかよくわかんないやつですね。これは普通にスカーか。 これスカーですよね。じゃ、こいつからはしっかりと弾薬取り除いてあげましょう。M855 弾、しょっぱ。まあ、とりあえず、60発あるんだったら話は変わってくる。あとは、ま、敵芝生だけなんですよね。もう1枚。怖すぎる。さあ、どこだ下これさあ、後入りに木が来てるでしょ、どうせ。ちょまずいかもしんない。ちょ、待ってくね。さっさと帰りたいぞ、俺は。これちょっと開けちゃいましょうか、ここね。はい。ビーチ水路開放。 とりあえずもう地下から帰りましょう、これは。マジで、さっさと。で、なんかあそこのさ、M4A1 取れなかったの相当痛いな。いや、60連マガジンを詰めた M4A1 があったんですが、えー、まさかの取れずってことで、じじです。これ誰おい、待て待て待て。普通にうまいやつじゃん。おい、俺にもくれよ、それ。ちょっとマジか。あー、始まった始まった。これ普通にもらおう。やったぜ。これ、激うま案件。 まず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 。始まってしまっている。俺たちのメンタルブレイクアウトがね。お、待て待て待て M は。M62 弾。はお、待て待てあ。あえ、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 何やってんのえ、待ってえ、誰はは肝。嘘でしょお前がやったやつじゃないじゃん。だって普通に。 え嘘でしょ何それおい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 ふざけんなえお前がやったやつじゃないよなそれ。これ見たようなドッグタグ。あれお前がやったやつだったのはい、ということでね、え、味方にチームキルされて終わったわけですが、引退します。皆さん、今までありがとうございました。